陽キャラになったね。つまらない。どうしよう。ね。イサは三月に亡くなった。三月に亡くなった。じいさんは3月に亡くなりました。はいはい、はーい、皆さんお久しぶりです。おはようございます。ばあちゃんが帰ってきました。イエーイ、帰ってきました。8月の6日に入院をしたんですけども、1週間2週間1217日ぶりに帰ってきました。って私も初めて17日に顔を合わすことができました。そしたら元気にしてました。よかったです。よかったけど少年が一向わからんぐらい、うん、なったね。あ、わからん、わからんね。入院しちょったんよ。そうかい、うん、違う、病院か、病院に入院しちょったんよ。そうか、うん、で、昨日ですね、私病院の方に行きまして、先生にお話を聞きまして、まだ数値がですね良くないということで、まだ炎症が残っているということで、入院をまだしないといけないということでしたんですが、認知症ですので夜ちょっと動いたりするので、その点ですね、看護師さんのところはちょっとね大変でしょうから、まあ通院でもいいということで通院の方に切り替えていただきました。それで昨日夕方ばあちゃんを連れて帰ってきて一日過ごして、今朝今からですね、病院の方に連れて行って、またここに点滴をして、一日治療をして、でまた夕方になったら迎えに行って家に帰っていいということになりましたので、できるだけですね、感染をしないように気をつけてね、治療の方をしていきたいと思います。もう僕久しぶりに見ましたらやっぱり足腰がかなり弱ってました。もう歩くのがもうちょっとこうトコトコトコっていうのと、物忘れがもう前と入院する前と全然違います。やっぱり部屋の中にじっとしてるからもう体力も落ちてるし、認知の方もちょっとはこれ前と全然違うなと思って今おります。それでやはり家に、連れて帰って環境を変えるとね、少しは回復が早くなるかなと思って、そういう思いでもあります。以前2年ぐらい前ですかね、同じように肺炎で入院したこともあるんですけど、その時はまだ元気が良かったので、夜わざわざするのでちょっと認知症の方はもうちょっと困るということで、その時も入院なんですけども、一応夜は連れて帰ってくれと言われて連れて帰れるか、それとももう家族の方がもう付き添いでもう夜一晩中病室にいてくださいという、そういうことでした。まあ今年はもう体力が弱っているのであんまり卒期はなかったんじゃないかなと思いますけども、まあそういうことで通院ということができまして、もう僕はもうばあちゃんと久しぶりに会えて本当に嬉しかった。よかったばあちゃん、よかった。お世話かけました。はい、すみませんね。いいえ、病気するとこんなこつきね。はい、もう病気したくないけど、したくないね。
困るぜ。困るね。困る。困りますけど、まあ頑張りましょう。あんたがそういう作るはありがたいけど、うん、もうやっぱり牛寄ったじゃねえよ、過去だけにね、うん、やっぱり置いてくるところがあれた方がいいかな、そう、うん、そうね、うん、もうやっぱうちの上司は目が届かんもんね、うんうん、病院に行ってちょっと補填劇とかをして治療して早く、もう熱は下がったみたいですので、あと今測ったらですね35度6分ぐらいでもう熱は下がってるみたいなんですけど、あと炎症が残っているということで病院に行って点滴して治療します。いや、ここ来るね。はい、いえいえ、とんでもないよ。僕はもうばあちゃんが元気でよかった、嬉しかった、ありがとう、うん、嬉しかったですね。はい、ほんなら河津の先生のところにまたお世話になれなさい。うん、昼間は行って夜僕は迎えに行くよ、うん、昼間は治療に行って、うん、夜は家に帰ってきます。それは自分では勝手に帰ってきてるやろ。帰ってきらんよ、自分では。だから迎えに行きますよ。それは大変。いえいえ、大変じゃないよ、よかったよ。迷惑かかるね。うん、迷惑はかからんよ。はい、そういうことであります。ありがとう。はい、これ病気知らんね。うん、まだ働けるもざるけど、うん、まだまだ頑張ってください。とてもつまらん。頑張ってください。ありがとう。はい、庄地三郎さんという人がもう昨年ですかね、亡くなりましたけど、お医者さんだったと思いますけど、あの先生の言葉で、70代は屈してはならない、で80代はダメだと思ったらダメになる、で90代は今からでも遅くはない、100代は Go ahead 前進せよという言葉を残しております。この言葉を聞いて僕は本当に勇気づけられましたね。ばあちゃんもまだまだ90代ですから、まだまだ今からでも遅くないですよ。ありがとう。頑張ってよ。あんたがすぐ言うしありがとうけど、うん、迷惑ばっかりかかる。いや、かからんよ、ね、頑張りましょう。ありがとう。はい、ほんじゃ帰りましょう。はい、はい、バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。お世話かけました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。また元気になるよ。